選手の紹介 VTR です。一番強い者だけが手にできる最高の勲章、飯田聡は去年12月この栄光をやっと手にした。しかし飯田は今偉大な王者を目指して苦しんでいる。辰吉薬師寺以来の日本人対決となった初防衛戦、飯田は苦戦した。自分本来のボクシングができず、挑戦者井岡博樹に僅差の判定勝ち。飯田はその試合内容が不満だった。もう本当にもう最悪です。飯田聡はプロデビュー以来、切れ味鋭いパンチで相手を次々とマットに沈め、20戦20勝10 KO という華麗な経歴で世界に挑んだエリートボクサーだった。しかし初めての世界戦で真っ向から打ち合いを挑んだ飯田は、チャンピオン有見ゴイティアのカウンターに遭い、プロ入り初のダウンを喫した。世界の怖さを思い知らされた瞬間だった。そしてこれを機に飯田が変わった。リズムの中からこうスピードとキレで、っていう戦い方だと思うんで、まずやっぱり足を止めないということ、それはもうずっと下半身でリズムを取り続ける。飯田は接近戦ではなく、持ち前のスピードとキレを生かしたリズムボクシングに勝負をかけた。さらには何が起こっても動じない強い精神力も必要だと悟った。王座獲得を決めた去年12月、スピードとキレのリズムボクシングで翼体から奪ったあのダウンのイメージを飯田はもう一度掴もうとしている。あの時自分の理想とするボクシングが確かにできた。井岡との初防衛戦から3ヶ月、井岡戦での不本意な点は修正できた。そして今日スピードとキレのボクシングで強い飯田を改めて証明するつもりだ。チャンピオン飯田の進化が問われる。やっぱリズムの中からこうキレとスピードでこうババババババッと攻め込んでいって、ぐちゃっと倒す、それで KO できたらもう本当に大満足ですね、はい。12時30分に控え室に入ったチャンピオン飯田、ここまでの3時間を一言で表現するなら、実に丁寧に過ごした3時間でした。バンデージチェックの直前までストレッチを行い、そのバンデージは福田洋次トレーナーが40分かけて巻きました。レフリーのルールチェックに対しても一つ一つ飯田はしっかりと頷いていました。その丁寧さは苦しかった初防衛の反省を心に秘めたこの3ヶ月を象徴するものであり、自分のボクシングのイメージが完全に出来上がっている証明でもあります。今は静かな闘志で溢れています。続いて挑戦者フリオ・ガンボア選手です。謎に包まれた最強の挑戦者フリオ・ガンボア。1週間前フリオ・ガンボアが来日した。挑戦者の情報はこの日まで極端に限られていた。母国ニカラグアを拠点に戦ってきたガンボアはパワーとスタミナを武器に立ち上がってきた。ランキング1位に登場してから1年以上も世界挑戦を待ち続けてきた。今回飯田との指名試合を戦うにあたってガンボアに強力な味方がいた。かつて飯田を倒した元世界王者有見ゴイティアである。ガンボアはゴイティアを訪ねベネズエラで一緒に合宿を行った。ゴイティアから伝授された飯田対策は万全だ。Sí, yo vi el tape, yo vi el video de esa pelea y escuché las palabras que Goitia le dijo, que siguiera entrenando, que tenía mucho futuro, que es un boxeador muy bueno. Y bueno, los frutos se dieron, dos años después se coronó campeón. Gamboa は来日してからも一切手の内を見せなかった。飯田を徹底的に研究し尽くしてきた自信からか、飯田の公開練習を見学する余裕まで見せた。Yo tengo que ir a buscar, como vuelvo a repetir, lo he dicho dos o tres veces y vuelvo a repetirlo como cuarta vez, yo tengo hambre de ser campeón del mundo y voy a irte a buscar en la zona que tú me busques, en la zona que tú quieras estar conmigo, yo voy a estar contigo ahí intercambiando golpes. 最強の挑戦者が一体どんなボクシングを見せるのか、彼の正体はゴングが鳴るまでわからない。試合開始2時間半前にこの会場に入ってまいりました挑戦者フリオ・ガンボア。控え室ではこれまでの試合と同じように部屋を暗くして横になって集中力を高めていました。
人生で最高の状態でリングに登ることができる。20分前にミット打ちを始めたあたりからそれまでの表情とは変わって厳しい表情に変わりました。母国ニカラグアに必ずベルトを持って帰る。最強の挑戦者フリオガンボは静かにゴングの時を待っています。決戦を控えた両選手の今の表情でした。さて今年5月からボクシング界ではさまざまな規則が統一され、かつてジュニアバンタム級と呼ばれていたこの階級はスーパーフライ級と名称変更されました。ルールも一部変更されましたのでご覧ください。採点は10点法、なるべくどちらかに優劣をつけます。1つのラウンドで3度ダウンした選手はその時点で KO 負けとなります。そしてバッティングによる減点が明確になりました。これは前回井岡戦でも適用されています。5ラウンド井岡のバッティングで飯田が出血、故意ではないバッティングで井岡は1点減点されましたが、新ルールが一般に知られておらず試合後判定をめぐり混乱する原因となりました。バッティングで相手に傷を負わせた選手に対しては故意でない場合は1点減点、故意とみなされた場合は2点減点されます。その後負傷判定となった場合、故意のバッティングをした選手の勝ちはなくなります。バッティングに対してのかなり厳しい措置ということになります。さあチャンピオンの飯田聡の控室レインボーホール、今日は8000人の観衆がこの一戦を見に訪れています。いよいよこの後両選手の入場です。夫人、そしてハリーボダンシールズ中日ニカラグア大使もレインボーホールで観戦です。リング上では財団法人日本ボクシングコミッション林裕子コミッショナーによるコミッショナー宣言です。コミッショナー宣言、ただいまから行われます。この試合のジャッジをご紹介いたします。フランシスコ・サンドバルさん、ベネズエラ、オルランド・サムさん、パナマ、ルー・タバトさん、アメリカの3氏です。レフェリーはこの人、アメリカからラファエル・ラモスさん。世界戦を裁くのはこれが18回目、7度目の来日となります。両選手の体格をここで比較しましょう。昨日の計量では両者全く同じ体重で一発でパス。前回体重調整に苦しんだ飯田、今回は順調でした。一方ガンボアは4日前にはすでにリミット、来日してからも積極的に水分を取り動いて汗をかく方法でウェイトコントロールしてこの試合に臨みます。さてリング上では中山義晴リングアナウンサーによる両選手の紹介です。ただいまより WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン115パウンド緑所属飯田聡。これが2度目の防衛戦、チャンピオン飯田聡。青コーナー挑戦者 WBA 世界スーパーフライ級1位115パウンドニカラグアフリオガンボア。最強の挑戦者ランキング1位フリオガンボア。ジャッジ、さて浜田さん、はい、いよいよタイトルマッチ、はい、両選手のリング上の表情をご覧になってまずいかがですか。そうですね、飯田の場合は思ったよりもリラックスしてる感じしましたね、はい、そして挑戦者ガンボア、ずいぶん硬いかなという感じしますね。そうですか、相当緊張してると思いますよ。ガンボアはこれが世界初挑戦なんですね。そういったのも飯田君の方に有利に向いてもらいたいですね。だからこそガンボアは自分は挑戦者だ、積極的に最初から出ていくというふうに宣言しました、うん、それはあると思いますね。ですからそういった相手に対して飯田の場合はスピードよく動くこと、ただ動くんじゃなくて必ず打ってから動くことを心がけることですね。これは第1ラウンドからガンボアが出てくる可能性十分にありますよね。あると思いますよ。早い回でのノックアウトが非常に多いこのガンボア、 14KO のうち 11KO までが3ラウンドまでという速攻スタイルです。さあ両選手分かれました。いよいよ WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチです。
さあ第1ラウンド、ゴングが鳴りました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ。さあいきなりガンボアが突っかけるような動きを見せました挑戦者。白のトランクスがチャンピオンの飯田聡、シルバーのラメのサイドラインがついています。左のフック、両方ともサウスポースタイルなんですね。まあですから右のリードジャブは有効ですね。これは両方に言えます、はい、左の拳をお互いが引いているサウスポースタイル同士の世界タイトルマッチ。世界戦は12ラウンドで行われます。まあ、1ラウンド目のイーダーもう少し、足を使って動くかと思ったら結構気合入ってますね。これが2度目の防衛戦。イーダーは4月29日の井岡戦以来3ヶ月弱。ガンボアが出てきました。88日ぶりのリングということになります飯田。一方のガンボアは5月16日に試合をしています。右のリードジャブ出してますけど、これは必ず速いのを打つことですね。ただ出すだけの右打つと必ず相手の左クロスカークロスカウンター飛んできますからね。右のフックを打ちましたがちょっと大きかった。空を切りました飯田の右フック。飯田のスタイルはスピードとキレ、ジャブにもそのスピードとキレが必要なんですね。そういうことです。右のジャブ、左、これはブロックしている。ガンボアのガードの方はこれはノーマルスタイルですね。どっちかというとガードは高く上げてですね、はい、ブロックしながら前に出てくるタイプですね。左ストレート、飯田軽くヒットしました。ガンボアも左を打ってきます。飯田も気合入ってますよ。飯田は左のボクサーファイター。一方のガンボアですが、この選手はファイターと見ていいですか。まあファイターボクサーですね。どっちかというと、もうファイターに近いです。足を使うよりも強打で勝負する、前に前に押してくるタイプですね。ランキング1位のフリオガンボア、指名試合飯田試練を迎えました。第1ラウンドです。2分が経過しました。まあガンボアもう少し強引に行くかと思ったら、飯田が受けて立つ構えしてますから、それだからそんなに強引は来れないですね。ただ前進、そして猛打が売り物だけに、これ飯田にとってはロープに詰まるとまずいですね。ですからロープに詰まるんじゃなくて必ず動くことですね。ロープを背にしないことですよ。左のレバーを一発打ちましたガンボア。ラモスレフェリーが分けます。残り30秒を切りました。第1ラウンド WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、チャンピオン飯田聡の2度目の防衛戦です。飯田のフットワークはいかがでしょう。もう少し動くかと思いますけどね。おー、ナイスコンター、ちょっと熱かったですけど、いいタイミングですよ。さあ残り10秒切りました。ガンボアが出る赤コーナーサイド、落ち着いた立ち上がりになりました両選手。ここでゴング、第1ラウンドが終了です。両選手の浜田さん、はい、第1ラウンドの飯田ですが、はい、思ったほど持ち味のサイドステップ、フットワーク使いません。というよりもですね、はい、相手が出てくるだろう、じゃあ、受けて立とうかというぐらいの気合入ってますね。まあそれにもう少しスピードある足の使い方、右の使い方するともっと良くなりますよ。第2ラウンドのゴングが鳴りました。飯田聡チャンピオン、そして挑戦者ニカラグアのフリオガンボアです。リングの中央、お互いに回ります。サウスポースタイル同士の一戦。左を出して右のフック。飯田はガンボア選手の試合のビデオは2試合見たんだそうですね。やはりフィニッシュは左ストレートだろうという話をしていました。まあでも結構接近してからボディーブローも強いの打ちますからね。はい、佐藤さんどうぞ。第1ラウンド終わって飯田陣営ですが、まず硬い、そして重いという表現をしましたね、うん、で上半身は決して重くはないんだ、下半身が硬くて重いんだと、もっともっと意識的にフットワークを使えということです。で相手のパンチは完全に見えているということです。今ガンボアの右ですが、やや低いところに当たりました。ノーブローということでラモスレフェリーの注意が入りましたね。1分が経過しています。まあ、この選手はくっつくと必ずボディブロー打ってきますからね、はい、それは後半行くとじわりじわり効いてくるパンチ。おっと左が入りました。左が打った右をちょっと軽く出したところのクロスカウンターですからね。右は速いのってことですよ。第2ラウンドリーダー、その後ボディです。
佐藤さん、もう少し早く動きたいですね。はい、藤井さんどうぞ。ガンボア陣営ではですね、調子はいいぞと見ています。そして先に手を出せ、パンチ当たっている、もっと足を使えという指示が出ています。うん、これは飯田サイドがもっとフットワークを使え、うん、そしてガンボアサイドもフットワークを使って追い込めという指示が飛んでいるようですね。右、もう少し、フットワーク下がるフットワークじゃなくてですね、前に出るフットワークのことを言ってると思いますけどね。うん、ガンボアの場合はどちらかというと動きは前後、そして飯田の場合は横ですね、左右です。はい、左右に動く飯田、そして前後が得意なガンボアであります。高級シスタイルの飯田のボクシング。さあ2分が経過しました。第2ラウンド、飯田は右のジャブ、速いの動きながら打つことですね。まだいつもよく出す右のジャブ、数が少ないようです。右肩、緩い右打つと、あとガンボーも右寄ってきた、ガンボーの右フック、ガンボーが出てきました。一発右のフックを入れて出てきた。さあ詰めると速いですね。左のアッパーに当たっちゃった。この左のアッパーは要注意であります。飯田も警戒、そしてガンボー自ら左のアッパーが得意だと言っていました。下がるんじゃなくて必ず打って動くことですよ。まだ本来の動きではない飯田に対して、ガンボーが出てきた、ガンボーが出てきた、そしてあレバーも打って、さあ飯田はバックステック、まだサイドではない。もう少ししっかり動きながら右を必ず打つことですよ。左ストレート、さあ飯田がやや腰を引きに、そして体を低くして抱きつくような動きを見せました。チャンピオンの飯田、残り5秒切りました。第2ラウンド、このゴング、第2ラウンド終了です。浜田さん、はい、第2ラウンド、ガンボアが出てきました。この左、まあ、これを突破口というんですかね、これ一発当たればじわりじわり攻めてきますからね。だからその時には必ずスッと下がるんじゃなくて打って横に動くことですね。下がってしまうとロープを詰まることになりますからね。このまま直線的に飯田が下がることになりますね。そういうことですね。そうするとガンボアが力が出せるということなんですね。第3ラウンドのゴングが鳴りました。さあここまでやや劣勢のチャンピオン飯田、2度目の防衛戦、試練の指名試合であります。相手はランキング1位最強、そして謎の挑戦者、ニカラグア共和国フリオガンボアです。ガンボアが左のクロスカウンター、第2ラウンドに見せました。大きく振ってきます。やや初めての世界挑戦、世界初のリングなんですが、まあ気合入ってますね。調子が出てきたようですね。挑戦者ガンボア、ニカガラゾアまで持っていくんだと、はい、持っていくんだという気持ちですよね。さあ飯田、まだいいパンチが出ません。そして浜田さん、はい、もう一つ気になる点は、はい、3ヶ月前の井岡戦で飯田、右のまぶた、はい、切りましたね。まあそうですね、それ、まあ、切れやすい状態にまだあるかどうかというのはちょっと分からないんですけど、ええ、そういったところは相手はやや低めに頭をぶつけてきますから、はい、そこは頭もパンチだというふうに思わなきゃという感じですね。うん、右の目、内と外、まぶたを6針ずつ縫いました飯田。まだそれが感知していないまま、今日2度目の防衛戦のリングです。あ、出てきました、ね、右のカウンターです。ガンボア出てきました。フリオガンボア世界初挑戦、出てくる前に打たんといかんですよ。出てくる前に打つことですね。92年プロデビューのガンボア、これが26戦目のリング。過去23勝2敗、23勝のうち 14KO です。ハードパンチャーガンボア、あ、右のジャブも当たっています。飯田の右に対して左クロスカウンター狙ってますよ。下がって、あと飯田の左、ナイスカウンター、このタイミングでいいんですね。下がっておいて動く間際に打って、そして最後ステップでした飯田。打って動くことですよ。打って動く、下がりっぱなしじゃこれはガンボアを乗せるだけです。飯田第3ラウンド、右のジャブ当たる、左右はもう右も当たった、左から右でした。右は速いのを打ちたいですね。はい、右を止めてしまうと相手の左が飛んできますから。2分が経過しました。第3ラウンド、ここまでフリオガンボア挑戦者優勢、 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、だんだん出てきましたよ、だんだん出てきましたよ。噂の全身猛打、謎のベールに包まれたフリオガンボア、公開練習でもほとんど手の内を見せませんでしたね。まあやっと本番で見せる状態ですけどね。自分のボクシング人生の中で最高の状態を作り上げて今日の世界戦に臨めると試合前話していました。ちょっと振りが大きいか、いいな、右ポジションちゃいます。まだ前半ですから、そこで相手の調子乗りかけているところをもっと叩きたいところですね。そしてガンボア陣営は、はい、飯田はボディが弱点だというふうに話していました。うん、
今、何か注意、減点ですか？減点ですか？OK、レッツゴー。減点？あ、偶然のバッティング。来ましたか？右に来ましたね。ここでゴング。第3ラウンド終了です。浜田さん、はい、第3ラウンドなんですが、はい、バッティングがありました。これですね、故意ではないバッティングですね。はい、これでガンボは切りましたから、それで切ってない方、そうですね、飯田切ってないですが、飯田の方から1点減点ということですね。チャンピオン飯田が傷を負わせた側ということになりまして、1点減点ですね。そういうことです。これは苦しくなりました。飯田第4ラウンドのゴングでありました。まあ、ただあの苦しくはなれなかったといっても、相手は目切っているわけですからね。だからそこは狙えば傷口を、広げて視界が悪くなるという可能性もありますよ。ガンボアが右のまぶた眉のあたりを切りました。佐藤さんね、だから1点減点です。はい、そのガンボアの傷なんですけども、それほど深くはないそうです。そうですか。はい、ただあの飯田の頭に気をつけろとしきりに声が飛んでいます。うん、さあ新しいルールが適用されまして、飯田から1点減点。ここまでやや劣勢のチャンピオン飯田、苦しいポイントの上では苦しくなりました。まあ、ここからどうすればいいんでしょう。まあ、今ちょうど1に出てますからね。はい、出ました。それで、もっと調子を出したいところですね。ガンバ、ちょっと目切ったということで、少しセーブする可能性ありますから、この偶然のバッティング、はい、これを機に飯田サイドはこの第4ラウンド、ややゴーサインでしょうか。そういう意味ですね。そうしないとペースには変わらないんですよ。そうですね、このままずるずるいってしまっては、そういうことですね。もうチャレンジャーフリオガンボは押せ押せできますね。ガンボのペースになってくるということですからね。はい、ここで動くというよりも今度は飯田前に出たいところですね。サウスポー同士の一戦、お互いに相手に当てていいんでしょうか。ボディ相打ち。佐藤さん、はい、それとね、チャンピオン飯田陣営の方としては第3ラウンドあたりからようやく本来のリズムを取り戻してきているというふうに考えているようです。ガンボアの右のまぶた、これは出血がやや激しくなりましたね。流れてきましたね。お互いパンチ相打ちです。相打ちの場面がよく見られます。第4ラウンドです。ガンボア目に血が入ると見づらいですからね。これは視界が悪くなるんですけどね。そういうことです、飯田も前回の試合井岡戦第5ラウンド、井岡の偶然のバッティングで苦しい思いをしました。ガンボアがそれでも出てきます。それでも出てきます。コーナーに詰まってはいけません。それでも出てきましたね。苦しくなります。飯田出てくると調子つくんですよ、この選手は。この辺で正反叩いておきたいですね。ワンツー、左身がワンツーです。ガンボア左になった。飯田右スク、まだ横のフットワークがありません。飯田踏み込んで運動が強気の飯田、右の目がいいことですよ。踏み込みました。残り30秒。さあガンバも出た。ガンバも出ました。顎がガラ空きになりました。一瞬ヒヤッとしました飯田。ラモスレフェリーが分けます。自分ちに流れてきましたね。ガンバの出血が激しくなりました。はっきりと放送席からでも確認できます。目にも入ってるでしょう。残り10秒切りました。第4ラウンド、さあここはピンポイント、飯田が行くか。ちょっとオブリクを切った。飯田の左のストレート、ここでゴング。第4ラウンド終了です。第4ラウンド、ガンボは得意のアッパー、そしてワンツーでした。これ4ラウンド目の後半なんですけどね、はい、前半よく前に押していったんですけどね、それでもう少し叩いておいて、ガンバの突進を止めたいところでしたけどね、これから第5ラウンドです。ゴングが鳴りました。第5ラウンド、ガンバのセコンドも目切ってるんで、はい、焦ってますよ。ちょっと神経質になっていましたね、はい、マリオ・アルテマネージャー、そしてセコンドの2名のトレーナー、これ負傷したところにはワセリンを塗っているんですか。まあ血止めかワセリンかでしょうね、はい、ちょっと確認取れないで分からないんですけど、皮膚の保護剤を塗って止血しようというガンボア陣営なんですが、激しく出血しました。3ラウンド、飯田の故意ではないバッティング、そのため飯田の3ラウンドからは1点減点。これはポイント争いの上で厳しくなりました。さあ右ダッパー、右ダッパー、おっと左覆いかぶさるように打ってきました。左ふくりのパンチですね。さあ飯田がボディ、今度は押している。飯田が押している。全身を阻む。飯田がボディだ。ボディアッパー。今回の試合秘密兵器は左のボディだと。
ました。そしてボディアッパーだと言っていました飯田。やろうとしているところではありますね、はい、まだできてはないですよ。やろうとしているところですね。飯田のパンチといえば相手を釘付けにするこの右のジャブ、うん、そしてワンツー、それから秘策としては右フック、そして左のアッパー。ガンボアもやや疲れが見えますか。まあ相当焦りですよね。疲れというのは焦りですね。そしてやっぱり目切ってますからね。世界戦の経験はもちろんチャンピオンの飯田が上、飯田はこれが5回目の世界タイトルマッチのリング、一方のフリオガンボは初めての世界のリングであります。飯田はもうすぐ右を早いの打っていて、相手のガンボアの左右ジャブに対してそのカウンターまた、うん、またチームがありますから、バッティング、あバッティング注意ですね。注意ですね、今注意だけでした。相手の右が右ラハルですから、はい、相手の右に対して左のクロスカウンター、ご覧のようにあさあガンボアがこれは視界が苦しくなって出てきたんでしょうか。なりふり構わず全身を見せようとしました。ガンボアも焦ってはいますよ。右さあ右のジャブ、あと左の大きなパンチ、これは見ていました飯田。しかしアッパーが飛んできた。 あと飯田の振り置き、右のフック、フックを来た、流れてきましたね。相手のパンチはダッキングでかわした。ダッキング流れてきましたよ。カニムに出てこようとするガンボアですが視界が定まりませんで、飯田がそれをよく見て動きました。お互いサウスポー、サウスポーに対するやりにくさっていうのはどうでしょうか。まあ飯田は結構やってますかね、はい、サウスポーと。そうですね、やりにくさはないと思います。過去節目となる試合で自分はサウスポーとやってきた、だからサウスポーとやると言っても苦手意識はないと言っていました。一方のガンボアはここまでサウスポー3回戦って2勝1敗。さあガンボアが近距離から打ってこようとするんですが、飯田がこれを前に出て阻んでいるといった感じですね。そういう時に打ちながらだとポイント取れるんですけどね。それと相手の右目、まあ、これ勝負の世界ですから右目をどんどん打って、狙うことですね。緊迫した展開になりました。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、ここでゴング、第5ラウンド終了です。第5ラウンドの飯田、左のレバーでした。まあこれする前に結構、前に押していってますからね、はい、そうすると相手の方も飯田がそうやって押してきたんで少し焦りもあるんですね。ただはっきり見えなかったんですけど、はい、この5ラウンド目飯田の右目、ちょっと血流れてる感じしましたけどね。ゴングが鳴りました。第6ラウンドです。佐藤さん、はい、チャンピオンですがこの前のラウンドで、右の目から出血です。そうですか。これは古傷ではなくて、古傷よりもやや下の方です。ほとんど目尻のあたりです。前回8日戦バッティングによる負傷、内外6針縫った傷ではないところが切れたという大東アナウンサーからのリポートが入りました。さあ打ち合います、接近して打ち合います。フットワークを使って本来のボクシングをするのかと思ったら、まあ、こういう試合ではありませんでした。さあ左ストレート、今入りましたよ飯田の左、また左、そうですね、ガンボアの右目見づらいはずですから、ショートストレート、それで左ですね飯田。そうです、飯田の左のパンチは見づらいはずですから、どんどん打つことですね。ガンボアの負傷した血が流れ出した右のまぶた、その前には飯田の左の拳があります。さあ第6ラウンド、ちょっとこれはガンボアも苦しくなりましたか。十分血流れてきましたよ佐藤さん、ね、またしても流血戦であります。2試合続けての流血戦、藤井さんどうぞ。ガンボアなんですけれども、目の上、はい、そして目の下も切っています。2箇所ですか。はい、飯田も切ってますけど、血の量が違いますね。飯田も正念場ですが、ガンボアも世界初挑戦、苦しくなってきました。傷口の深さではガンボアの方でしょうから、ここはもっと攻めたいですね。今回は前の3ヶ月前、井岡戦を反省して自分に合った挑戦法を心がけました。世界チャンピオンになってから、ボクシングさあ左に振らってきた、さあ飯田左のストレートに振らってきた、挑戦者ガンボア指名挑戦者に飯田の左のストレート、ガンボアの右目見づらいですよ。これは左のストレート、もともとガンボアのファイティングポーズの中で飯田は自分の左ストレートの軌道は見える、空いていると言っていました。これがさらにこの右手からの刺激によってルールになりましたね。ガンボア効いてますよ、効いてますよ、左アッパー、左アッパー飯田、ガンボア効いてますよ、ドスンドスンと打ってきました。そしてガンボアスピード鈍りましたね。翌回からタイトルを取った試合、前回の井岡戦ガンボア内容的には不利でした飯田、盛んに、はい、ね、目の血を拭いてますけど気になるんですね。相当水だはずです。飯田よく見ています。ガンボアの左を軽くダッキングでかわした、この辺り胴体視力には自信があります。科学トレーニングで鍛えてきた飯田にあります。ロープに詰まった、ガンボアが詰まりました、
これは全身ファイターのガンボアと体力鉄砲を使う飯田、この2人の戦いの中ではやや意外な展開ですが、まあ、そうですね、ガンボアはですね、右目が見づらくなったことと、はい、そして後ろに下がると結構力出せないんですね、うん、こういった時に全身ファイターであるガンボアがこの後どう自分のペースを掴んでくるか、そしてチャンピオンはどうつけ込むかですね。そういうことです。 だから飯田もっとつけ込みたいですね。もう前に出ていいタイミングですね。左は当たりますよ。左は当たります。さあガンボア当たり、ここでゴング第6ラウンド終了です。しかし飯田のいいパンチが入りました。第6ラウンド名古屋のレインボーホール、今日初めて沸きました飯田のストレート。飯田の逆に言えばクロスカウンターですね、はい、ガンボアの右に合わせて左を打ち込みましたから、ええ、ちょうど相手の右目見づらいところうまく狙いましたよ。試合は第7ラウンドに入ります。ゴングなりました。今度は飯田の方が若干足早にリング中央に出てきました。第7ラウンド6ラウンド目、はい、ガンボはやや失速しましたからね、ええ、そこでもっと勢いづけたいですね飯田は。おーワン・ツー飯田右左サウスポースタイルの両選手であります。佐藤さん、はい、チャンピオン陣営からはね、この前のラウンドあたりからどんどん前にラッシュしていいというシーンですね、うん、おー、はい、相手はちょっと焦ってきているから当てるんじゃなくて打つパンチをしっかりやれということです、はい、しっかり打ってそして確実にポイントを取ったというラウンドを作っていくことが大切ですね。まあそういうことですね、はい、ただ今の状況は、はい、いいペースになってきましたよ。中盤からあと今ちょっとガンボはちょっとガンボが困ったような表情を見せました。弱気になってきましたね。そうですね、目も切ってるしそして視界も悪くなったしですね、そこをもっと叩いておきたいですね。自分のおせおせファイトが恋でないバッティングによる傷からちょっとガンボアのペースが乱れてしまいました。そしてそこにつけ込んだチャンピオン2度目の防衛戦飯田、左のストレート当ててきました。右目の下ちょっとはっきりとした傷ですね。ガンボア飯田のパンチ伸びが出てきました。計測結果リーチ差では14センチチャンピオンの飯田がリーチで上回っています。まあ逆に飯田リズム出てきましたね。もう少し数打ちたいですね。パンチの数打ちたいですね。第7ラウンドに入っています。前回の井岡戦は本当に不運な内容、世界チャンピオンになってからボクシング以外のことでかなり時間を取られてしまった。そして井岡戦はチャンピオンらしくとにかく倒したいという気持ちが強すぎたというんですね。なるほど、まあそういった面で今日はやっぱり気合入ってますよね、ええ、一番のから左右に早く動くかと思ったらやっぱり受けて立とうという気持ちですからね、うん、疲れすぎない練習に心がけて、そして今日3ヶ月ぶりのリング左を打っていきました。ブロックはされていますが積極的に出ましたね飯田。まあいいですよ。さあまた相当ガンボは水だそうですね。血を拭いました。相当水だそうですね。青いグローブでカウンターだった。青いグローブであとは狙ってきたか。バランスを崩した。フリオガンボはバランスを崩しました。相当視界悪くなってますからね、うん、相当見づらいですよガンボは。飯田のチャンスです。この場合だとですね、はい、これだけ血が流れると途中ストップの可能性あるんで、うん、さあ当たった。途中までの最低の可能性があるんでもっとはっきりとしたポイント取っておきたいですね。ネギの福井だ。飯田を早めにポイント取っておきたいですね。終盤調子が出てきました。お互い出血途中最低になるとですね、やっぱり前半はガンボは取ってますからね。そうですね。そして飯田はこの試合に対して、はい、とにかく中盤から後半以降畳みかけたいんだという話をしていました。その通りやってはいますよ。前半相手のパンチを空転させることはできませんでしたが、うん、後半の畳みかけは徐々にできつつあります。チャンピオンの飯田。そうですね。ここでゴング第7ラウンド終了です。第7ラウンド両者の攻防、飯田が第5ラウンドあたりから徐々に自分のベースを掴み出しました。それと6ラウンド目からはガンボの方が失速しましたね、はい、やはり出血によるダメージが大きいようであります。挑戦者フリオガンボは見づらいということを言っているでしょう。松尾会長福田洋次トレーナーに送り出されました。チャンピオンの飯田第8ラウンドまで来ました。中盤から終盤に向かおうというところ。さあここからの飯田ですが浜田さん、はっきりとしたパンチもっと決めたいですね。はい、今は落ちているんで、相手を下がらせている状態であるわけですね、うん、そこで打ちたいですね。そして相手は右目ほとんど見づらいところあります。左のアッパー飯田
山田通過してるから、ワンツーストレート、そしてあの左ストレートは上からかぶせれば結構当たりますから。そうですか。右のジャブで牽制するガンボア、うん、右投げ、なんでいいんでしょう。上からかぶせれば当たりますから。高い位置にヒットしていましたね。そうです。佐藤さんね、右のボディのあたり、はい、上下攻めてまいりました。飯田陣営なんですけどね、はい、先ほどからカタンドラカタンドラと娘さんの名前をね、しきりに言ってるんですよね。とにかくそのためにも勝つんだと、チャンピオンになってこいというふうに指示が出ています。3歳になる娘のカタンドラさんの名前をセコンドが呼んで、このフリオガンボア、劣勢に立ったガンボアを勇気づけています。チャンピオンベルトを取ったら娘に最初に見せたいんだと言っていました、フリオガンボアです。厳しい時に参ってるんですね。そうですね。あと枠右左と当ててきた、右のジャブ、あと大きく打った、ちょっとブレイクチャンピオンの飯田、原田流したから当たらなかったんですよね。力入りましたか。あのいや、体が流れてしまったので、もう少し足をしっかりしてれば今のパンチ当たったんですよ。飯田サイド、緑チーム松尾会長は、はい、フリオガンボアと戦うにあたって、はい、前半は注意だという話をしていましたね。またちょっと足が止まったか。あ、ちょっと今、まだ、しかしバランスが危ない。ガンボアがセカンドロープ、サードロープの間からちょっとその前に飯田もいいパンチ一発当たったんで、当たってましたね、はい、一瞬動きが止まりました。さあここは中盤から後半チャンピオンを押さなきゃいけませんね、まあ、これあの押しておるんですよ、あの体で押しておるんですけど、ここで押すことですよ、うん、チャンピオンらしい試合、指名挑戦者を下して真のチャンピオンを証明したいと言っていた2度目の防衛戦、飯田聡。第8ラウンドです。ガンボアの血は止まりそうにないですね。このまま苦しい試合が続きそうです。ガンボア、飯田の出血の方はどうやら止まっていますか。あ、そうですね、はい、飯田の出血は気にならないと思います。右目、古傷の下のあたりという飯田、下も結構傷切れてますね。ガンボアの右目下結構傷切れてますよ。第8ラウンドの下を追ってきた飯田、あと左ナッパー、一発ガンバーの左ナッパー、残り時間少なくなりました。第8ラウンド頭をぶつけてきます。ここでゴング、第8ラウンド終了しました。4ラウンドとなりました。浜田さん、はい、前半中盤振り返っていかがですか。そうですね、ちょうどですね、はい、4ラウンド4ラウンドで前半ガンボア、そして5ラウンドから飯田ペースになってるんですね。そうするとややイーブンになるんですけど、3ラウンド目1点限定ありますから、はい、その分まだガンボアの方がワンポイント、私の体験では有利ですね。ゴングが鳴りました。ただ今現状では飯田ペースですよ。佐藤さん、はい、チャンピオン陣営はね、もうガンバーの方はいっぱいいっぱいだと、で飯田は本当に余力あるかと、右のコンビネーション、レバーから右スク、飯田は大きくなすぎて余力あります、大丈夫ですという答えました。力強くセコンドに応えたという飯田。第9ラウンド終盤ですね。両方苦しい時に、自分苦しい時に相手も苦しいという言葉よくあるんですけど、はい、ガンバーの方が苦しいですよ。目は切ってるし、見づらいし、そして疲労は残ってるしですね。今左が当たりました。ガンボア挑戦者の左です。さあこのフリオガンボアなんですが、はい、実は前回5月16日ニカラグアでの試合を終えてから、なんとベネデラに渡って飯田を2年前に倒したアリミ・ゴイティアとスパーリングを積んできたんですね。そうですね、そういった面では、このタイトルを取って帰るんだという気合が見えますよね。飯田のボディ、いいところに入った脇腹、試合は見えますけど、ガンボア随分疲れましたよ。それと、お左が入りましたね、ガンボア。いや、今のガンボアの左ストレート入りましたけど、はい、飯田やっぱり気合入ってるんで、効かなかったことですよね。やっぱりどれだけ気合入ってるかで全然違いますから。当初あまりスピードはないと言われていたガンボアですが、ゴイティアとの特訓でスピードもついて、ゴイティアが言うには駆け引きも上手くなってきたというんですね。ガンボアは本当にいい状態で世界のリングに上がることができる。そのアリミ・ゴイティアが企画を授けてガンボアを送り出しました。中南米同盟とでも申し上げましょうか。ゴイティアに教えを請うたガンボアであります。相打ち、まあ、飯田がしかし前傾姿勢で打っていきました。こういうことですね、飯田の左はもっと当たりますよ、出せば当たりますよ。しかしガンボア一発はあります。23勝のうち KO が14、 KO 率 61%。
まあでもあの飯田気合入ってますからね、この一発も気合入ってれば結構我慢できるもんですから。飯田の方は高齢となりました。東京の沖縮で福田洋次トレーナーとコンビを組んで丸5年になるんですが、飯田にチャンピオンなんだから、はい、自分で考えた練習でやっていこうと、かなり飯田の自主性に任せてキャンプを行ってきたようです。あとパンジャブだ、ワンツースリーと当たりました。そして最後は左のアッパーガンボア。さあしかし拾われている、飯田がいる、押し込んだ飯田、左ボディガンボスレフェリー分けます。第9ラウンド左はしっかり硬いところですね。右入りました、カウンターどんどん打ってくる。さあ車に入場した、ガンボアだ。もうこれは行くしかないという感じで打ってきました。ガンボア、ガンボア中間距離だと見づらいですからね。そうですね、中間距離接近してからの手数はあります。ガンボア、ここでゴング。第9ラウンド終了、お互い打ち合った9ラウンドでした。9ラウンドの飯田、この回もいいパンチが当たりました、この回の後半はしかしガンボア打ち返しましたからね、10ラウンド目の出だし、ガンボア出てくる可能性ありますね。またここから流れを自分に戻したいという現れですね、そしてあの中間距離だとどうしても見づらいというのがあるわけですよね。だから接近して打っていこうという考えに、変えているはずですよ。やはり得意の接近戦に活路を見出すしかないと踏みましたか、フリオガンボア陣営。ガンボア陣営なんですけれどもね、はい、ゴーサインが出ました。この回で決めろというふうに指示が出ました。そうですか、マリオ・アルセマネージャー、ガンバーのマネージャーは現 WBA ミニフライ級チャンピオン、ロセンド・アルバレスの元マネージャ ー実戦での指導経験は豊富であります。世界のリングサイドは経験豊かなマリオ・アルセマネージャーがゴーサインを出しました。さあお互いちょっと大振りになったか。第10ラウンドガンボアも疲れてますね。そうですね、ゴーサイン出てる人もやっぱり疲れてますね。しかし飯田の方も精神力には自信があります。崖っぷちに追い込まれた3度目の挑戦で世界のベルトを去年ようやく取った飯田、今の打ち方見てもガンボア鈍りましたよ、スピード鈍りましたよ。苦しんで取ったベルトだから簡単に王座を明け渡すわけにはいかない、飯田はそう話しています。飯田もこの距離で左フック上からかぶせばいいんですね。自分のボクシング、スピードとキレで勝負するボクシング、まあ飯田自身はですね、はい、なかなか KO 宣言というのをしないんですよね、はい、まあ、KO を意識するとやっぱり力んで自分の動きができなくなる、こういった理由のようなんです。でも今回は内心一発狙っているんです、こういう話もしていました。まあ、その通りの乱打戦になってきましたからね。そうですね、一方のガンボアなんですが、自分の性格はと聞きますと割とカットしやすいタイプだというんですね。まあですこれだけ出血するとやっぱり相当反転ですよ。興奮すると自分は訳が分からなくなってしまう、パンチをもらうとそれ以上打ち返してやる、そんな風にすぐなるんでセコンドからも冷静になれという指示がよく飛ぶんだそうです。このフリオガンボア、ボディーが左へゴリアッパー、今聞いた左ラッパー、ボディー、ちょうど疲れてるところのボディーブロー効きますからね。左のアッパーは秘密兵器だと言っていました。ボディーに炸裂、飯田の左、ガンボアの出血は相当見づらいでしょう。乱打戦になりましたのでそんなに右のジャブあるいはフットワークは出ませんが、飯田的確に逆にあのガンボアが目を切ったということで、はい、中間距離を飯田が自分の距離にしてませんか。まあそうですね、あのガンボアがちょっと見づらいところありますからね、そういう離れてもくっついても飯田は攻め切れる状態でいますね。今潜り込むようにして飯田がガンボアをロープに詰めます。まあ、前回飯田は自分が目を切って、はい、目の上を切って苦しみました。チャンピオンたるものどんな状況になっても、はい、自分のペースをという浜田さんのお話がありましたけれども、逆に相手のこういったピンチ、はい、蹴込みたいですね。今やってますよ、やってますよ、はい、今ワンツー、これはややパンチ、左が流れた、動きが良くなってきた、右のボディレバーに当たった、ここでゴング。第10ラウンド終了です。残りあと2ラウンドになりました。飯田の10ラウンドいかがでした。今押せで言ってますが、ね、はい、ガンボアの方も10ラウンド目は結構手出したんですよ。出したんですけど飯田の踏ん張りに合いましたね。今画面に映ったのがコンビを組んで丸5年福田洋次トレーナー、
かつて具志堅渡嘉敷竹原飯田4人の世界チャンピオンを育てました。11ラウンドです。残り2ラウンド、チャンピオン飯田2度目の防衛戦、 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ。飯田ジャブです。まあ10ラウンド目ガンバの方を勝負かけようとしてかけきれなかった、それは相当響くと思いますよ。平坦な表情だったガンバ、試合中にやや困ったような顔を見せるようになってきました。しかしの左当たった、しかしガンバも右、飯田の左は相当見づらいですけどね、うん、左はどんどん打つことですね、打てば当たりますから。ガンバにとって見づらい飯田の左ストレート、もともと自分のストレートの軌道はできている、噛み合いにくい相手ではないと飯田は言っていました。そういうことですね、嘘がない選手ですからね。前半の突進はなんとかしのぎました。そして相手の負傷、ここから飯田が自分のペース、泥臭いファイトではありますが、チャンピオン何としてもベルトを守ることが先決ですね。まあそれで今よく攻めてますからね、はい、そこでもっと左を、まあ、相手の弱点に打ち込みたいですね。さあそしてタイトルを取った試合では後半失速した飯田ですが、はい、この試合に限ってはまだ大丈夫ですね。今乗ってますよ、調子乗ってますよ、加藤さん、はい、ただ押すんじゃなくて左打ちたいですね。加藤さん、大東さん、チャンピオン陣営もね、この11、12ラウンド、この2つのラウンドをいかに前に出続けるか、これがポイントだと、このラウンドの前に話しましたね。やはり前に出ること、相手が攻勢に出ると直線的に下がることも目立ったチャンピオンの飯田ですが、この試合どんどん打っています。そしてボディアッパー、そしてボディ、左、右、入った、カウンター、飯田です。今はですね、止めました。実際に押してることは押してるんですよ、はい、でもパンチを当てなきゃいけないんですよ。ただ押すんじゃなくてですね、押してると有利には見えますけど、うん、打たなきゃいけないんですよ。構成点よりもまずクリーンヒット、そうそう、さあこういった綺麗なパンチが出るか、飯田の綺麗なワンツーが炸裂するか、左のボディ、これが有効、右に残暴が交代しだしました。押しながら打てばいいんですよ。レフェリーのガンボアのスピードがなくなりました。2人の血がついています。共に出血、飯田耳のあたりからも血が出ていますね。そういった感じましたね。今右の耳からも飯田出血です。残り30秒、11ラウンド、さあ飯田ダッキングでかわしてボディーだ、ボディーでは左、かつて飯田は世界を目指す、ああ低いボディー、ああロブロ、ああやや低いあたりを打ちましたか。バダー、今のはナイスボディだ、そして左だ、ボディの連打だ、右左と打ちました飯田。11ラウンド、大きな右アッパーから右、左のフック、ここでゴング、11ラウンド終了です。さあ残すは1ラウンドとなりました。チャンピオン飯田聡二2度目の防衛戦、指名挑戦者相手はフリオガンボアニカラグア。さあ浜田さん、はい、残すは最終ラウンド、このラウンドは相手よりも飯田の方が数多く打つこと、そしてまあこのラウンド欲を言えばダウン1回取りたいですね。そうですね、ラストラウンドのコールです。ゴングが鳴りました。2度目の防衛戦、大きな歓声、8000人、名古屋レインボーホール。さあ飯田前に出たい。前の2試合終盤失速が目立った飯田、今日の試合は中盤からお手寄せです。佐藤さん、レインボーホール。佐藤さん、はい、最終ラウンド始まる前にね、飯田がね自ら大きな声でこの野郎と大きく叫んで、そして飛び出していきました。飯田にしては珍しい、自ら気合を入れての最終ラウンドであります。佐藤さん、はい、ガンバ陣営はね、チャンピオンになりたくないのかという声が出ています。飯田の白のトランクス、朱色になりました。気合の勝負ということですね。遠い東洋の国ができてタイトルに初挑戦のガンバも必死。そして飯田、どうしても守りたいベルト、ちょっと今飯田手が止まりましたよ。左のボディ、ちょっと今手が止まってますよ。さあガンバも必死、1分が経過しました。残り2分を切った。最終12ラウンド、飯田が押している。中盤から後半、チャンピオンらしい試合、とにかく相手に圧勝したいんですと言っていたチャンピオンの飯田。飯田は押すことだけじゃなくて打つことですよ、打つことですね。さあ日本とニカラグア以外から
選ばれましたジャッジパンチはこの試合をどう回転しているんでしょうか。1分30秒が経過、右を出してきた、いいだ、ランドは逃げ切り体制になった感じですね。これは最終ラウンド、ここまでよく指摘されたことなんですけれども、そうですね、攻めていけるか、イーダー頑張った、壁倒す、攻めればガンバの方がいいだよ、もう疲れてますからね、ガンバも必死です。なんとかベルトをニカラグアに持ち帰って、さあアントだ、ガンバニカラグア人4人目の世界チャンピオンになりたいフリオガンバ、イーダー打つことですよ、打った左ダッキングだ、ラモスレフェリー分けます、ダウンこのつもりで打つことですね、どんどん打って前に出たい飯田です。そうすると疲れも飛んでしまいますからね、右当たったらカウンター、飯田の右、ガンバーの首が大きく傾きました、しかしその後ガンバーも打ちました、ガンバーも必死ですからね、右のボディ、これは気が付けません、残り30秒切った、最終ラウンド飯田のボディ、相手はもっと疲れてるんですから、強いですよ、相手は疲れてるんですから、チャンピオン、左左入りました、残り10秒、自分右には見えないですね、ロックカウントはない、最終ラウンド飯田世界戦4試合連続最終ラウンドのゴングを聞きました、試合終了、健闘をたたえ合った飯田とガンバは抱き合いました、そして飯田が左の拳を上げた、判定です。この試合もフルラウンドまで行きました、はい、まあ CT はですね、はい、5ラウンドからずっと飯田ペースで来たんで、12ラウンドダウン見たかったところですけどね、この試合ダウンシーンはありませんでしたが、中盤からチャンピオンの飯田が積極的に出ていきました。まあそうですね、前半の勢いを見るとそのままガンバに押し切れるかなと思いましたけどね、まあ5ラウンド目からほとんどもう一方的な状態で、打ち続けましたから、まあ、強いて言えばやっぱり最終ラウンド攻めればあダウン、取れたかなというふうに思いますけどね。さあ判定結果の発表です。判定はどう出るのか。飯田はバッティングによる1点減点があります。レインボーホール、さあ判定を聞きましょう。 WBA 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、判定の結果お知らせいたします。ジャッジサンドバル115対113、ジャッジオーランドサム115対113、ジャッジルー・タバト115対113、 WBA 世界スーパーフライ級チャンピオン飯田さんの勝ちました。2度目の防衛に成功、チャンピオン飯田勝ちました。判定勝ち、ジャッジが3人とも115対113、2ポイント差でございます。飯田さとし認定賞、勝って2度目の防衛に成功です。浜田さん、はい、判定勝ち、はい、ジャッジ3人とも飯田を支持しました。まあそうですね、やっぱり後半、一方的になってきましたからね、だからそれは3者みんな一緒ですから。敗れたガンボは傷が痛々しい、これさえなければといった表情でしょうか。まあこればっかり勝負の世界ですからね、はい、これがなかったらということもまた分からないですからね、まあ出会いがちらやっぱり目を切ったというのもこれはやっぱり一つの時の運ですから、かなりこれ激しい、そうですね、切り傷ですね、相当やりにくかったでしょう。しかしそういった場面につけ込んで自分が攻勢を取るのもチャンピオンの戦い方、はい、こういった状況になっても最後は自分のものにするというのがやっぱりチャンピオンの条件ですからね。 WBA 世界スーパーフライ級のベルト、2度目の防衛に成功した飯田の腰に再び巻かれました。今勝利者トロフィー飯田が掲げます。勝利者トロフィーが贈られます。この表情、
右の同じくのあたりをやや荒らしてはいますが、3人ともジャッジは115対113、まあ、2ポイント差、3対0文句のない飯田の勝利です。まあ文句ないと言っていいでしょうね、3対0ですから。はい、前回井岡戦は2対0でした。そして今回3対0、リング上では飯田選手のインタビューです。放送席、それでは2度目の防衛を果たしましたチャンピオン飯田選手の話を伺います。これまでの飯田さんのイメージを覆すような激しい闘志を見せてもらいました。そうですね、もう試合前から飯田のボクシングを見せる見せるって言ってたんですけど、また根性勝ちの試合になっちゃって、ちょっと僕の、スタイルではなかったですけど、もうとにかくもうベルトをもう絶対渡さないという気持ちで頑張りました。チャンピオンになって初めてこのリング上で笑顔でインタビューを受けていますが、やはり充実感はありますか？そうですね、もうやっぱり指名試合ということで、もう最強の挑戦者というだけあって、本当にもう最後の最後までもう強いパンチを振ってきたんで、もう全然気抜けなかったです。はい、この厳しい試合を制した一番のポイント、飯田さんどこだと考えてますか？もう本当に、この会場の応援のおかげだと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。飯田選手にお話伺いました。浜田さん、はい、勝って飯田がタイトル防衛、指名挑戦者を破りました。立派ですね。まあ今日は一番嬉しそうですね。というのもやっぱり前半攻め込まれながら後半自分のものにし、していったという満足感があるんでしょうね。そして来月23日には、はい、今度は横浜で同じく指名挑戦者を迎えて、はい、辰吉丈一郎選手が戦いますね。そうですね、そのトリプルマッチ、3人が世界タイトルやるわけですから、今日の飯田君に続いてその勢いをそのまま8月23日持っていきたいところですね。辰吉、坂本、ロッキー凛の活躍に期待しましょう。